はいどうも、ケイナーザーです。今回はですね、即戦力プロがよく使うボーカルリバーブの万能設定を紹介ということで、リバーブのお話をね、しようかなと思ってます。まあ、リバーブってね、やっぱり難しい印象がありまして、まあ、よくあの質問もいただいてするんですけれども、やっぱり普通の音源を聞いても、あのリバーブってなかなか意識しないと聞こえてこないですし、聞こえたとしてもそれがどういう設定なのかまでをその判断するっていうのは、やっぱり難しいんじゃないかなと思います。例えばバラード系だったら、 ちょっと広がりのある感じでねふわーってって聞こえたりしますがロックとかポップスだと結構サラッとしたりかかってるのがかかってないのかわからないみたいなねそういうところがあるので、まあ、難しいんじゃないかなとただですねリバーブ設定っていうのは意識すべきポイントはある程度決まっていてもっと言うとですねプロっぽいリバーブの設定っていうのはいくつかの共通点がありますのでそれを意識して同じように作ることができれば簡単にプロクオリティに近づけれるっていうことになるんですねそのポイントとその具体的な設定について紹介したい と思いますということでまずはそのプロっぽいリバーブの音の条件ですね、えー、どういった音だったらプロっぽく感じるのかっていうこれは主に3点あると思ってまして1つ目が控えめであること2つ目が原音を濁さないことで3つ目がただし存在感はあるっていうところですね。控ええめでで音を濁さないもも存在感ががあるるるっっててううととちょっと矛盾ししように聞こえるかもしれませんが ポイントを押さえて設定することで、こういった音も作れるようになります。じゃあこの3つのポイントを実際の設定に落とし込むにはどうすればいいか。ここが一番気になるポイントだとは思うんですが、ここからですね、具体的にどういった設定をすればいいのかっていうところを解説していきますが、今回リバーブを3つ用意してまして、一つがキューベース標準でついているルームワークスというもの。 で、もう一つが、えー、僕がメインで使ってますバルハラヴィンテージバーブで最後にウェイブスの R バーブルネッサンスバーブですねこの三つを使っていきますでは、えー、初めにですねこのルームワークスの方で解説をしていきたいんですけれども、えー、まず一つ目はプレートリバーブを使うっていうところですね、えー、リバーブの種類って大体プレートかホールかルームっていう風うに、まあ、3つぐらいにですね分けることができるんですけれどもその中でもプレートリバーブを使うということになりますルームワークスの場合ですねいきなりですけれども プレートといいうその選択肢はないんですねルームとかホールとかそういうリバーブの種類を選択するものがないプラグインになるんですけれども、まあ、その場合は他の部分を設定することでプレートっぽくするということができますで2つ目のポイントですけれどもリバーブタイムリケイと言ったりしますがこれを1秒ぐらいに設定するとこれはちょっと幅がありまして後で解説もするんですけれども、まあ、0.8ぐらいから1.2か3ぐらいまでこの幅でだいたい設定するっていうのがポイントになります で3つ目のポイントがですね、プリディレイですね。これをだいたい50から80ぐらいですね。このあたりで設定する。 これもその曲によってですね、いろいろ変わってきますので、まあ、とりあえず今はちょっと60ぐらいで設定していきたいと思います。で、4つ目のポイント、これが重要なんですけれども、広域、範囲をカットしていくというところです。範囲をカットするにはですね、いろいろやり方がありまして、例えばこの辺、インプットフィルターみたいなところで、この範囲の部分ですね、これをこう絞っていけば、 広域がどんどんカットされていきます。で、もしくはですね、このダンピングっていうところですね。まずこのフリーケンシーというところですね。ここでその広域と低域の境界線を設定することができまして、例えばこのハイが今22キロになっているんですけれども、えっと22キロ以上を広域とするというような設定になります。なのでこれを絞っていくと、広域の範囲が増えるというイメージですね。例えば今2450にしましたけれども、2.4K 以上を広域にする。 ということになりますなので、ダンピングに関しては、このつまみをですね、絞っていくと広域が増える、リバーブの広域成分が増えるということになります。さらにこのレベルを調整することで、ここのグラフィックがあの変わりますけれども、400%にすると広域が増えるということですね。なので、フリーケンシーを一番絞った状態、これが一番広域が出てるという状態になります。なので、その逆をいけばいいので、 えー、まあレベルを絞ってですね、で、広域のフリケンシを上げていくと、ハイカットになるというところです。とはいえですね、このハイカットしすぎますと、それはそれで変な音になるので、まあうまい具合にですね、この辺調整していって、えー、いい塩梅になるところを探していくというところですね。あと、ハイカットに関してはですね、こういったリバーブプラグイン内で設定するプラスアルファ、えー、EQ でも、え、設定が必要な場合が、まあ多くあります。 リバーブプラグインだけだけとですね、この範囲をカットしていく広域をカットしていくっていうところが、まあ、やりすぎると不自然になりますしまあそれを緩めていくとちょっとまだ残ってしまうというですね微妙なさじ加減が作れないことが多いですのでそれをフォローする時にこういった EQ でですね範囲をカットするということをします。

はい、まあ、こういったボーカルに対してですね先ほど設定したこのルームワークスのリバーブを鮮度でかけていくということになります、えー、音量が0.0なのでかなり大きくはなるんですけれども一旦この状態で聞いてみます「私のせいじゃないからって裏目に裏目に出てんでしょ受け止めるのは」 まあこういう音ですね。こういう音が結構重要でして、その音で判断するっていうのが結構重要なんですけれども、やっぱりリバーブプラグインの、その、いろんな設定項目、まあ、プラグインによって違いがありますので、まあ、その中でどういった音にすればいいのかっていうのを迷うかもしれないんですけども、まあ、今聞いたようなこういう音ですね。こういう音が作れれば OK ということになります。私のせいじゃないからって、裏目に裏目に出てんでしょこのもわーっとした感じですね。 ただもわっとしてるんですけども語尾は結構すっきりしてるかなと思います、まあ、そこはやっぱりこのリバーブタイムであったりその範囲のダンピングの部分ですねここを設定することで調整ができます受け止めるのは私でしょ位づけを倒したらこれ多分ハイをカットしすぎなんですよねもう少しハイがいるので上げていくみたいなことになるんですがやになるなこれだとハイがちょっと出すぎていると なんで、まあ、中、中間ぐらいですね。はい。もうちょっと絞ってもいいですけど。受け止めるのは、私でしょ。はい。このぐらいですね。このぐらいの設定にしておけば OK と。で、ここから、あーまあ、今、センドレベル高すぎますので、まあ、いい感じに絞っていくと。で、ここの、その設定のいい感じ具合なんですけれども、これは、おけと混ぜたときに、あまり目立たない程度ですね。

はい、今お、OK、けと合わせましたけれども結構分かりづらいと言いますかリバーブの音は判断しにくかったと思いますこの状態でソロで聞いてみますとはいソロだとまあなんとなくわかるかなとこのぐらいのレベルをね、えー、意識していただきたいなと思います じゃあ今、ルームワークスで設定しましたけれども、まあ、僕はメインで使っているですね、バルハラヴィンテージバブだとどういう設定になるのかというところなんですが、同じくディケイ、リバーブタイムですね、これ1秒に設定して、プリディレイ60。で、このあたり、ダンピングのあたりがちょっと難しいですけれども、こういう設定にすると大体同じような響きになります。で、さらに EQ でですね、調整するんですけども、先ほどルームワークスで調整したものとはちょっと違いますよね。こっちがルームワークスで、 えー、こっちがバルハラなんですけれどもこれはそのバルハラの音がですねちょっとこの辺、えー、3K あたりが強く出てたので、えー、カットを多めにしてるみたいな感じになりますじゃあ次はバルハラの音をちょっと聞いていただきます結構似たような感じになってるかなと思います。えー、ルームワークスが 私のせいじゃないからって裏目に裏目に出てんでしょこれでバルハラが私のはい、まあ、ほとんど違いわからないかなと思うんでまあこういう設定ですね。 では、えっと、ルネサンスバーブですね。これだと、まあ、こういう設定ですね。同じくそのタイム1秒、プリディレイ60。で、サイズ、あ、サイズに関してちょっと言ってませんでしたが、サイズは広めになりますね。まあ、一番広い状態にしてから、それが広すぎるなってなったら徐々に下げていくっていう感じになります。で、あと、ダンピングに関しては少し低域をですね、少しだけ持ち上げています。リバーブ内の EQ でハイをカットしていると。 でさらに、高段の A 級で、R バーブの場合は、ちょっと低域が出すぎていたので、80ぐらいでカットを入れてます。R バーブでもちょっと音を確認してみます。ま、どれも同じような音だったかなと思います。 はい。ではまとめますと、ボーカルリバーブの即戦力となる万能設定ですね。4つのポイントがあるというお話をしました。えー、1つ目がプレートリバーブを使うというところ。で2つ目が長さ、えー、ディケイですね。こちらは1.0秒前後にするというところで。3つ目がプリディレイをある程度設ける。だ、ま、い、あ、たい 60ms 前後にするというところですねで。4つ目がハイカットを行うと。ダンピングとフィルター。 あと、高段の EQ も併用するというところですね。この4つのポイントを押さえておくとですね、控えめで原音を濁さないけれども存在感があるっていうようなリバーブの音が作れるようになります。 今言ったポイントをですね基本の設定にしてそこから楽曲に応じて、えー、少し微調整をすることで楽曲にマッチしたリバーブが作れるようになりますでメインで調整していくのはこのリバーブタイムとプリディレイになります、えー、今の曲ですね結構アップテンポなので、えー、プリディレイ60リバーブタイム1秒でまあ割とこれで収まっていたんですけれどもちょっと違う曲にした時にですねあまり収まらないっていう場合もあります例えばこっちのこの EDM 系の楽曲 ますはいえー、そんなに悪くはないんですけれどもちょっとインパクトに欠けると言いますか、えー、バックの音に押されてですね、まあ、もう少しちょっとインパクトが欲しいなっていう感じになるかなと思います。 もうちょっとなんか欲しいですよね。そういう時にはフリーディレイをまずちょっと遅くします。120ぐらいにするとだいぶディレイ感が出ますのでこういう EDM 系の音には合ってくると。えー、リバーブタイムもですね少し長くしましょう。1.2秒ぐらいまで。これで聞いてみます。 なんかこう声が遅れますのでそれでこう響きが豊かになるんですねちょっとレベルを上げて分かりやすすくしますこうなんか今の「えー、黙って」のところとかボーカルの音が終わってからまだふわっとこう余韻が残ってる感じがするのでいいんじゃないかなと。余裕で 最結構ディレイ感のある感じになってますけれどもこういう設定もですねよく使われますのでダンピングとかは変えずにこのリバーブタイムとプリディレイだけを変えていくとではもう一つ違うケースを紹介したいと思います次はバンドもののロック系の楽曲になります もう少しそのバンドモノってことで何ていうかスッキリさせたいなという時にはリバーブタイムを少し短くします、まあ、0.8ぐらいですねプリディレイはまあ60ぐらいでもいいと思いますうんまあもう少し短くてもいいですね0.7で50とかにしましょうかねプリディレイ誰もが置き去りにした世界で8 これ結構ショート、ショートリバーブっていう感じがしますね。オ、OK、ケと混ぜてみます。 はい、という感じですね。こういったロック系の場合ですね、そのリバーブの響きっていうのは結構最低限に抑えられていることが多くて、ただそのボーカルの音は厚くするというか、分厚く仕上げるみたいなリバーブが結構使われがちです。なのでこういうね、ショートリバーブ系の設定にしてあげるとマッチしやすいと。これプラス、あの、リバーブタイムが広い設定を使われるっていうケースもよくあります。 その場合ですねプレートを2種類にするんじゃなくてもう一つをこうホール系にしてあげるとかですねそういった工夫をすると結構きれいに聞こえますちょっとこのバルハラでやってみますけれども、まあ、2.5ぐらいで,でこっちはプリディレイは2 0ミリぐらいですかねこういう設定にして、まあ、薄くかかってる感じにしたいのでレベルはちょっと抑えめにしますしはい ちょっとこう雰囲気でふわっというのが残ってるかなと思いますけれども、まあ、こういう音ですねもう少し短くてもいいですがではいこういう感じですねこういう感じの音と、えー、さっきのこのルームを混ぜてみますなんかこうボーカルが一つ分厚くなって、えー、さらに奥行きが増したみたいな印象になるかなと思います 誰もかき去りにした世界で始まりの歌をはい、こんな感じですねで。これと OK を足してみます。はい、こういう感じですね。 え基本のプレートの設定っていうのはこういう短めにしてプリディレイを少しかけてあげるっていう設定にしておくといろんな楽曲にマッチしやすい設定になりますので非常に便利なんじゃないかなと思いますということで今回は即戦力になるボーカルリバーブの万能設定のポイントについて紹介しました、まあ、どうしてもね初心者の方によくありがちなのがそのリバーブがこう出すぎてしまって全体的にモヤモヤと ミックスの音像がぼやけてしまうっていうことがよくあるんですけれども今回のポイントを押さえていただくと余韻はスッキリしてるんですけれどもその音像自体は少しこう分厚くなったようなねそういった音にすることができますので、えー、あまりリバーブを主張させたくはないけれどもそのボーカルにツヤ感を出したいみたいな時にですね、えー、非常に使えます。はいということで今回は以上になります。ありがとうございました